久保さん。久保さんの真似をしてね、今ライブやってんすよ。ライブ。朝やってるじゃないですか、久保さん。ライブしてんすけど、チャットがまだ入ってないっすね。すごいっすよね。ライブをしながら動画を撮れるっていうね。テクノロジーの発達ですね、久保さん。ライブをしながら動画アップロードできますからね、久保さん。僕のチャンネル登録してる人で今の時間帯起きてる人いいのかなっていう。今でも視聴者3人ぐらいいるんですけど、まあ、チャットはないですね。これチャット機能オフにしたからかな。オンにしてると思うんですけどね。まあ、とりあえずチャットはないです。はい、チャットは今のところ。まあ、久保さんで、ね、毎日ね、ライブやってると思いますけど。こうライブしながら久保さん宛ての動画を撮るって、これ初の試みじゃないですか。すごいですね。すごい。まあ、あれですよ。時代が、なんかね、なんでライブやってるかっていうと、久保さん、6時からなんですよ、風呂が。風呂が。風呂6時からなんで、時間あったんでね、ちょっと暇つぶしでライブやってるんですけど。暇つぶせなかったんで、久保さんの動画を撮るっていう。いやー、6時からですよ。だって6時半にはちょっともう出ないといけないんで、風呂どうしようかな。風呂、ちょ、風呂、6時、5時から、5時からにしてほしかったん、風呂。ここいいっすよ、ここ。すごい。岩盤浴もあるし、昨日岩盤浴で寝ましたね。だから昔って岩盤浴なんかなかったっすよね。今すごいですよね、いろんなものがあって。テーマどうしようかな。テーマはスマホだけにしましょうか。まあ、僕が動画をこう始めた時っていうのは、今ね、このパソコンはね、なんだ、70万ぐらいするすげえ高いパソコンですけど、別にこんななくてもね、この iPhone でできるし、僕は今この手でね、手で持ってこうやってますけど、なんだ、こっから僕はスタートしましたね。自撮り棒もなくてね、最初。僕の歴史っていうのは、iPhone、ポケットから iPhone 撮って動画を撮るっていうのから始まったんですけど、多分。なんかね、最初ね、吉谷がちょっと行っちゃったみたいなね、ご近所では、なんか、そういう、なったんですけど、あいつちょっとおかしくなったぞ、みたいなね。そう、おかしくなってよかったっすよ。おかしくならなかったら今ないんで。まあ、昔はね、キャッチコピー、スマホ、パソコン1台あれば、自由になれるみたいなキャッチフレーズでしたけど、今はもうスマホだけで十分ですよね。スマホだけで何でもできるんで。まあ、あとそれを使うか使わないかじゃないですかね。すごいな。ライブをしながら動画を撮れるんですよ。これ iPhone で動画撮って、AirDrop でね、パソコンに転送してアップしますんで、ライブ中にアップします。ライブ中に久保さんに届けますから。 ね、じゃあこの辺にしとこうかな。今ライブ中、ただ今ライブ中とかにしときましょうか。ね、久保さんもライブしてるかな。まあいいや。